こんなに早いとは。その様子を見るにいい知らせを持ち帰ってきたんだろう。ん、もちろんだよ。うちらがどれだけ苦労して。やっぱりこの子から話してもらおう。うちは報告とか得意じゃないし、余計なことを言ったらまずいでしょ。俺たちも戦いに参加し、その一部始終を目撃したんだ。二人とも全然顔色を変えないなんて、もしかして謎めいた過去を持つ人に必要なスキルなの？カカリアが？彼女がベロブルグのために。そう、わかったわ。つまり下層部にまで伝わってきた強烈な揺れはその戦いが原因なんだな。ありがとう。君たちが上で何を経験したのかは想像もつかないけど、いい結果になってよかったわ。ところでゼーレはどこに行ったの？安心して、ゼーレなら大丈夫。ブローニャが体調を崩したから今は彼女に付き添ってるの。そうだったのね。何はともあれ君たちが無事でよかったわ。カカリアが犠牲になったということは、あのシルバーメインの娘が守護者の地位を引き継ぐんだな。彼女は意志が強く、言ったことは必ず実行する娘だ。彼女の助けがあれば下層部はきっと生まれ変わることができる。うん、そうだ。ブローニャから伝言を預かってるの。もうすぐ封鎖は終わり、自由に呼吸できるようになるってさ。自由に呼吸。そうね、それこそが私たちの願い。美月ちゃん、タンコウ君、それに君も、もう少しだけ力を貸してくれる？この希望の象徴となる知らせをみんなに伝えて、緊張をほぐしたいの。ありがとう。誰から伝えるかは君たちが決めてちょうだい。他の人は遅延に任せて。下層部の知り合いってたくさんいるよね。ねえ、誰から知らせるべきだと思う？残りの人には私たちから伝えるわ。このまま順調にいけば、おそらくこれが遅延最後の任務になるでしょうね。あの子たち、混乱に乗じて変な場所に冒険に行ったりしてないわよね。少し前にフックがリベットタウンを探検するって騒いでいたの。ちょっとまずいかもしれないわ。隠れんぼなんて危ないでしょ。美月の姉子？あんたたち上層部に戻ったんじゃ。姉子って呼ばないで。フックちゃんはどこ？早くみんなを集めてよ。さっき始めたばかりなのにもう終わりなんてつまらないよ。どうやら前にも似たようなことがあったようだな。別にうちが遊びたかった
ないもん。子供たちにお願いされたから付き合ってあげたの。はあ、しばらくブランコで遊ぼうと思ってたのに。わかった、みんなを探すのは大人に任せるよ。正直に答えてね。あんたが子供たちをリベットタウンに連れてきたんでしょ。あ、私じゃない。冒険の目的地はモグラ島のメンバー全員で決めてるんだ。わかった。なんか急いでるみたいだし、今回はお前たちの言う通りにしてやる。はいはい、無駄口を叩いてないでジュリアンのところに行くよ。かくれんぼ大会、列車組 VS モグラ島、結果は2対0。くれ、まだ喜ぶのは早いよ。ちゃんとしたかくれんぼは5回勝負で3回勝った方が勝ちなんだから。考えれば考えるほど腹が立つ。この話は終わりだ。モグラ島を探しに来た理由を早く言え。ほらあんた、この子たちにいい知らせを教えてあげて。あれ、どうしてみんな黙ってるの。フック、ジュリアン、泣くな、ジュリアン。お前はモグラ島の2番手なんだから、大人に情けない姿を見せちゃダメだ。お前たち3人ともよく覚えておけ。今日からお前たちはモグラ島の最大のライバルだ。ライバル？どういうこと？全然話が見えないんだけど。フックとジュリアンにはいつか上の悪い人たちを倒して、仮想部のみんなを連れて住む場所を取り返すっていう夢があったの。でもその役目を全部お兄ちゃんお姉ちゃんたちに奪われちゃったから。私たちは簡単に負けを認めたりしない。いつの日かモグラ島は地下のヒーローになる。だから勝つ目せよ。私は自分で思い出したんだよ。お前たちのおかげじゃないから。ずっと黙ってると思ったらそんなこと考えてたんだ。うちらみたいになりたいなら毎日特訓しなきゃダメだよ。それからもっとナターシャの言うことを聞いた方がいい。毎日特訓する、魔女ババアの言うことを聞く。そうすればお前たちより強くなれるのか。わかった、行こう。ジュリアン、アリーナ、走って町に戻って今日から特訓開始だ。はい、わかりました親分。アリーナ、もし走れなかったら僕がおんぶしてあげるよ。
幼児ちゃんはオブラートに包んで言ってたけど、つまり性格を封印してもここの苦しい状況を一気に変えられるわけじゃないってことだよね。どうしよう、どんな顔してみんなに会えばいいのか急にわからなくなっちゃった。性格とは残酷なものだ。少なくとも俺たちが今までに訪れてきた星に比べればここには希望が残っている。やっぱりみんなに今の状況を説明した方がいいよね。檻を見てブローニャに伝えよう。今はこの雰囲気を壊すべきではない。眼差し、風、全てがひらめきになるんだ。お疲れ様、みんな大丈夫だった？私としてあとは封鎖解除の知らせを待つだけね。ブローニャがあまりみんなを待たせないように祈ってるわ。そういえばスバローグとクラーラちゃんは守護者の一件で影響を受けたりしてないかな。大丈夫じゃないかしら。スバローグは遅延には遠慮がないけど、クラーラにはとても優しいから。よそよそ者、クラーラの友達。どうやって肉眼でロボットを見分けてるの？ありがとう、よそ者、クラーラを助けてくれて。どうして途切れ途切れに喋るんだろう。おそらく言語モジュールが故障しているのだろう。クラーラのところに連れて行ってもらえるか。よそ者はクラーラの友達、ついてきてほしい。来客だ、クラーラ。あ、変数の皆さん。また殴られたいの？さっき大きな揺れを感じました。上から伝わってきたんだと思います。スバローグが言うにはそれは高い確率で。計算再開。結論、造物エンジン。可能性 97.66%。 造物エンジンはかつて建造者たちが使っていた土木工事用の機械だ。兵器ではない。もういいよ、どうせうちらが勝ったんだし。あの大きなロボットのおかげで性格をどうにかできたんだもん。ブローニャも上下の封鎖を解くって約束してくれたし、これでスバローグはもう、ううん、しばらくの間は仮想部の孫悟に悩まなくていいよね。ありがとう、美月お姉さん。ありがとう、皆さん。正直に言うとクラーラはあまり期待していなかったんです。でも今ならいいよね。
シバローグ、皆さん他の星から来た旅人なんですよね。クラーラも皆さんみたいにいつか遠くへ旅に出てお友達をたくさん作りたいと思っているんです。計算結果更新。任務ナンバー0001、仮想部の孫悟完了。任務終了。さすがはブローニャ、仕事が早い。確かに先延ばし癖がある誰かとは違うな。眼差し、風、全てがひらめきになるんだ。間に合ったのね。君たちがこの歴史的瞬間を見逃してしまうんじゃないかと思ってたのよ。いやいや、ここまで頑張ったんだからせっかくの打ち上げを逃したりしないよ。いわゆる打ち上げがどんなものかは知らないけど、フックやクラーラは君たちとの同席を拒まないと思うわ。私やオレグ、そして他の大人たちにとって封鎖の解除は記憶の中の生活に、生きるために心配する必要のない日常に戻ることを意味する。でも封鎖されていた間に生まれた子供たちにとっては新しい人生の始まりなの。一度でも自由の甘さを知ってしまったら隔絶や閉鎖を受け入れることは難しい。私たちが子供時代に味わった悲劇を今の子供たちには経験してほしくないのよ。ごめんなさい、また悪い癖が出ちゃったみたい。今日みたいな記念すべき日は笑顔で迎えるべきよね。よかったら周りの人たちに話しかけてみて。みんな大喜びしてるから。みんなの準備が整ったら一緒に家に帰りましょう。やっとやっとケーブルカー運転手としての仕事を再開できる。一生コークに閉じ込められたままかと思った。あ、君たち仮想部の救世主たち、封鎖解除後の初めての運行が君たちのためだなんて光栄だよ。それなら安心していいよ。僕の20年のキャリアの中で事故が起きたのは、いや、事故はほぼ一度も起きてないから。それはそうと、ケーブルカーに乗る準備はできたかい？こんにちは、仮想部の皆様、急いでご乗車ください。まもなくケーブルカーの運行が再開いたします。あの青い天井すっごく広いな。あれは天井じゃないわ、フック。あれはね、空っていうのよ。ここが上層部ですか？空気の匂いが下層部と違いますね。鉄や地髄粉塵の匂いがほとんどしないだろう。大きく息を吸ってみろ。これが自由に呼吸するということだ。まさか生きて上層部に戻れるなんてな。下層部にいた十数年間、
本当にいろいろなことがあった。そうだろう、ナターシャ。そうね。あれ、不思議だわ。ケーブルカーに乗っている間はこれからのことで頭がいっぱいだったのに、今はただどこかに座って行き交う人々をぼんやりと眺めながら一日を過ごしたい。この安寧を楽しもう。俺たちにはその資格がある。あ、ジェパードじゃん。うちらの出迎えに来てくれたのかな。公務に出られるということはそれほど重症ではなかったようだな。行こう、挨拶しないとね。開拓者、改めてようこそ行政区へ。開拓者、この星でそう呼ばれたのは初めてだよ。より礼節を重んじた呼称を使うべきだと検討者が判断したんだ。よそ者という呼び方はやはり少し距離があるからだ。ピンクでのことについて改めて謝罪をさせてほしい。君たちは悪意ある人間ではなかったのに、もっと姉さんの判断を信じるべきだった。忠告ありがとう。検討してみるよ。もうすぐブローニャ様の就任スピーチが始まる。僕は彼女の命を受け、このことを君たちに知らせに来たんだ。え、もう準備できたの？ブローニャの体調は？あまり芳しくない。だがブローニャ様は一刻も早くスピーチを行い、全ての人々に納得のいく説明をしたいと固くなだった。スピーチは常冬の日の前で行われる。君たち3人にはその場で見届けてもらいたい。だがブローニャはまだ来ていないようだ。どこかで少し休憩しよう。シルバーメイン整列。あ、始まりそう。まもなくブローニャランド様による就任スピーチを開始いたします。皆様ご静聴ください。ベロブルグ市民の皆さん、私たちが今日ここで共に祝うことができるのは、とある偉大な守護者が自らを犠牲にし、この都市を蝕んでいた災厄を駆逐したからです。カカリアランドの犠牲により、私たちは新たな一歩を踏み出せる。吹雪は静まり、烈海も必ずやシルバーメインが抑え込むでしょう。私は北の地で善人の大守護者が恐ろしい力に立ち向かう姿を目にしました。そしてその命が尽きる時、彼女は後悔の念を語ったのです。それは10年以上も上下を断絶してきた封鎖令のことでした。時が経ち、
惨禍に気づいた彼女が後悔し始めた頃にはもうすでに後戻りできなくなっていたのです。死の淵にあった彼女は願っていました。性格が消えた後にベロブルグが一つとなり、上層部と下層部が共に夜明けを迎えることを。下層部の皆さん、私には許しを請う資格はありません。この十数年という歳月はあまりにも皆さんに多くの傷を残しました。それでも皆さんの力をお借りしたいのです。皆さんの忍耐と汗なくしてベロブルグの復興も文明の存続もありえないからです。次にこの場を借りてベロブルグを訪れた客人たちに感謝の念を伝えたい。多くの市民は彼らの存在すら知らないでしょう。しかし彼らこそがこの枯れかけた世界の希望となったのです。彼らのおかげで私は大地を損護するだけでなく、空も見上げるべきだと気づくことができました。私は信じています。私や皆さんの努力によってこの世界は、開拓者にヤリーロ6と呼ばれているこの世界は必ず生まれ変わると。どうかその日が来るまで私が先頭に立つことをお許しください。ベロブルグ第19代目守護者ブローニャランドがここに宣言する。ブローニャ様に栄光を。ベロブルグは永久最大。それにあなたもスピーチに間に合って本当に良かった。ごめんなさい、日程に無理があるのは分かっていたんだけど、市民を待たせるわけにはいかなくて。ええ、もう大丈夫だから安心して。あの時お母様は性格の声を私の頭の中に埋め込もうとしていたの。あの感覚はまるで拷問だった。みんなが駆けつけてくれて本当に助かった。ブローニャのスピーチすっごく感動したよ。うちだったら緊張で立ってることすらできなかったかも。あれは聞こえがいい言葉でみんなを騙しただけ。美月、あなたがこんな経験をしないように祈ってる。私は常に誠実でありたい。でもそれ以上に人々の希望を損護したい。タンコ、その幼児ちゃんの出した結論、今ここで言うべきかな。ああ、俺から話そう。つまり劣界はあまりにも深く根ざしていて、今性格を封印してもすぐに消えることはない。いいの、謝らないで。この世界を最悪から救うために三人とも全力を尽くしてくれた。あなたに至っては命さえも危険にさらして、私にはこれ以上は求める権利はない。それにそのベルトさんの言うことは正しいと思う。ベロブルグの運命は最終的には私たちに、ここに住む人々の手に委ねられている。なら私もリーダーとしてそれにふさわしい約束をしないと。開拓者が再びここを訪れる日まで私たちは全力を尽くすと誓う。さらに700年かかろうとも、ヤリーロ6の子供たちは星空を見上げ希望を胸に抱き続ける。さようなら友人たち。星空が
あなたたちの旅を損護してくれますように。ねえ、おめでとう。あんたの初めての開拓の旅はこれで無事に終わりだね。確かにこれは祝うべきことだな。 5点。なんで9大点にすら届いてないじゃん。俺とお前では判断基準が違う。変だ、やっぱりあんたに聞こうっと。開拓の旅が成功に終わった今の気持ちは。何何、それはダメ。もうすぐここを離れるってのに、まともな写真が一枚も撮れてないんだもん。ほら、もう少し行政区を見て回ろう。700年は待ってもいいって言ってたよね。タンコ、一番長生きできる人間って何歳まで生きられるの？無限にだ。だがそんな存在はもはや人間とは呼べない。聞いてみただ。トコ冬の日到着。写真写真。あれ、ペラとフックちゃんがいる。二人も写した方がいいかな。溶けませんよ。色だけ見れば氷の塊のようですが、これは地髄結晶を削って作られた記念碑ですから。おお、地髄か。ここに親父がいないのが残念。絶対いい値段で売れるのに。なんと言えばいいのでしょうか。この地髄は非売品だと思います。写真？私に見せろ。同意なしに他人を撮影することはベロブルグでは違反行為であることをお忘れなく。ん？あなたの撮影技術なかなかの腕前ですね。それに画質もすごく綺麗です。はあ、この写真ってすごいんだな。私にくれるの？気に入った。はい、どうぞ。これをうちからの選別だと思ってね。次はどこに行こう。そうだ、戻ってきてからセーバルに会ってないよね。からくり工房に行ってみようよ。誰？ノックもせずに入ってくるなんて礼儀が。あんたたちか。早くこっちにおいで。ちょうどクラーラとあんたたちの話をしてたんだ。また会いましたね、お姉さん。セーバルお姉さんの工房は本当に面白いです。宝物がいっぱいで。クラーラ、ここ大好きです。クラーラってば、本当に可愛いんだから。喧騒者の家の口を開けばおばさんおばさん言ってくる子たちとは大違いだよ。写真を撮る？ファンに会った時だけに起きるイベントだと思ってたけど3人のためなら無料でサインもしてあげよう。写真を撮る？あ、思い出しました。
まだ小さかった頃、スバローグもクラーラの写真を撮ってくれたことがあるんです。おいでクラーラ、もう少し近くに立ってお姉さんがいいポーズを教えてあげる。なあ、あんたが撮った写真、虚無しか写ってないじゃん。クラーラ、頑張って目をつむらないようにしてたのに。やっぱりアマチュアカメラマンは信用できない。まあいっか、ちょっとした記念にはなるし、この写真は二人にあげるね。うちら列車組からの選別だと思って。もうここを離れるの？分かった、この写真はしっかり保管しておくよ。後であんたの分も複製してあげるねクラーラ。ありがとう、セイバルお姉さん。お姉さん、ミツキお姉さん、それからタンコお兄さん、今までありがとうございました。これからの旅でも皆さんが無事であることを祈っています。時間があればまたクラーラとスバローグに会いに来てくださいね。写真も撮ったし、街を歩き回るのも疲れたし、次はゲーテホテルでぐっすり寝ないとね。列車に戻ってからにしろ。やだ、だってこの前は豪華な部屋に泊まれたのに、あの悪女にはめられたじゃん。ほらほら、一泊だけだって。姫子も幼児ちゃんも余裕のある大人なんだから、それくらい待ってくれるよ。それにせっかくベロブルグが賑やかになったんだし、もっといろんな人と話してみたくない？寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。そうですよ、あの時は本当に危なかったんですから。この散歩が起点を聞かせたから良かったものの僕が主役を務める必要はない。そうでしょ、僕たちは仮面をつけたピエロに徹していればいいのです。請求列車の方々は僕が想像していたより興味深い存在でした。あなたも気に入っている？本当ですか？それは傑作ですね。いえいえ、まだここを離れるつもりはありません。イプシロン、あんな贅沢三昧な場所のどこがいいのですか？人間性を尊ぶ快楽を体現することこそ最高の快楽である。これこそが面白いというのに。はい、今日はここまでにしましょう。僕の代わりにパブの皆さんによろしくお伝えください。それから散歩の次の舞台を楽しみにの一言もお忘れなく。では僕はひとまずカーテンコールに答えてきます。この物語をあなたに捧げます、親愛なる読者様。
少しでも楽しんでいただけたでしょうか。もしそうでないのなら、ああ、散歩はとても悲しいです。列車に戻る時間だ。ナノとタンコを探そう。おはよう。よく眠れた？うちは元気いっぱいになったよ。え、何それ、不吉じゃん。カレンダーを見てみようよ。もしかしたら今日は旅立ちに向かない日なのかも。姫子さんからメッセージが届いたはずだ。そろそろ戻るぞ。出発が遅れたらまたパムに小言を言われる。うん、届いてたよ。それじゃ荷物とお土産をしっかり持って列車に帰ろう。終わらない宴はない。列車に戻ればその悲しみもほとんど消えるだろう。炭鉱から見たうちってそんな白状なやつなの？優先度？どういう意味よ。あんたにとって仮想部の再建は重要じゃないってわけ？違う。ただ現時点で調達できる資源は限られているから、長期的な計画を立てないといけないの。資源、計画、あんたそんな言葉ばかり使うようになったのね。分かった、もういいわ。やっぱり私一人で下に。感情的にならないで、ゼーレ。ブローニャ、あなたには私のそばに。彼らの旅にはきっとたくさんの困難が待ち受けてるのよね。ええ、私たちが直面する未来よりも厳しいものかもしれない。でも必ず乗り越えてみせる。今みたいな言い争いが永遠に続くとしても私喧嘩は得意なのよね。三人ともお帰りなさい。姫子、幼児ちゃん、開拓招待の初任務無事に完了したよ。私とベルトは今回の開拓の旅に参加しなかったけど、結果を見ればあんたたちがどれだけ頑張ったかわかるわ。みんなおめでとう。特にあんた、みんなあんたの開拓者デビューを高く評価してるわよ。その自信があんたの最大の武器ね。まずは列車でゆっくり休んで、ヤリイロ6で溜まった疲れを癒すといい。パムは正常に戻り始めた空間に再び異常が起きる前に一刻も早くここを離れるべきだと考えている。俺と姫子も同意見だ。つまりできるだけ早く次の目的地を決める必要があるということだな。ああ、これが七死人の運命ってやつなのかな。常に前に進み続けて永遠に開拓の歩みを止めない。別に愚痴ってるわけじゃないよ。思いがけない驚きの連続、そういう旅の方がうちらにぴったりだもん。美月ちゃんは七死人としての生き方が気に入ったみたいね。よかった。みんな自分の部屋に戻って休んでもいいし、ここでコーヒーでも飲みながら休憩してもいいわよ。お互い気心の知れた仲だもの。好きにしてちょうだい。俺は部屋に戻る。
鉱は相変わらずか。開拓が終わるたびに今回は少し打ち解けられたかもって思うんだけど無理に打ち解けようとする必要はないわ、美月ちゃん。それにこれは私の意見だけど、炭鉱はあんたたちと過ごす時間を大切にしていると思うわよ。あ、そういえば大守護者との最後の一戦、それから性格の現状についていろいろと聞きたいことがあるんじゃない？あんたたちがいない間に私とベルトで観測した結果をまとめておいたの。もし疑問を晴らしたいと思っているなら私たちと少し話をしましょう。ただいま。こんなに長く列車が止まってたんだから、きっと姫子も幼おじちゃんも待ちくたびれてるよね。次の目的地はどこなんだろう。すっごく楽しみ。列車は開拓の運命を歩みながらいくつもの奇妙な世界を通過する。宇宙は果てしない。私たちが星の海を渡って出会うことができたのは奇跡みたいなものよ。言葉を交わしてお互いを理解して一緒に旅をする機会を得られた。あんたが私たちの仲間になることを選んでくれて本当に嬉しかったの。そうね、オカメ八目っていう言葉も。それならはっきりしてるわ。私の分析と推測から考えると、愚かな人であると同時に。もちろんいいわよ。どういたしまして。それじゃあゆっくり休むのよ。初めての開拓の旅が無事に終わったわけだが、何か感想はあるか？喜びや苦しみ、充足感や後悔といったものは旅の中では表裏一体だ。どうやら俺に聞きたいことがあるようだな。何でも聞いてくれ。ちょうど誰かと話をしたいと思っていたところなんだ。いくら姫子が饒舌とはいえ、そろそろ君との会話は得るものが多かった。さあもうすぐ旅が再開する。車掌さん、たった今。し、正規の安定率の測定中じゃん。ちょっと冷たくない？空間パラメータ正常値に回復。正規の安定率 56%、 57%、 継続して上昇中。運行環境が敷地に達した。二人ともよく戻ってきた。開拓任務は無事に終了したようじゃな。列車組の一員としてお前たちの貢献に感謝しておるぞ。ああ、そうじゃった。ほれ、持っていけ。こぼさないように気をつけるんじゃぞ。ありがとう、車掌さん。今すぐじゃ。空間の異常が再び発生する前に急いでここを離れ、安定した空間に入る必要がある。安全のため全ての乗客は席に座るように。立ち上
協力によって列海の活動は最小限まで抑えられ、世紀の各パラメータも正常値に戻った。列車は間もなく運転を再開し、ヤリーロ6を離れる。ちゃんと座ってこの星にさよならを言うのじゃぞ。将軍様、この後かの者をちゃんと見張っておく。は、私を覚えているか。ああ、人は五人、代価は三つ。ケイゲン、その中の一つは貴様じゃない。人は五人、代価の中の一つが貴様だ。少し待て、今行く。ほら言ったでしょ、絶対にまだ寝てるって。うちら列車に乗ってる人って何日も寝なくて平気だけど、一旦寝たら今までの分を取り戻す勢いで寝ちゃうんだよね。あんたもいずれこのスキルを身につけると思うよ。車掌さんからの伝言、航路会議がもうすぐ始まるから、いつもの場所に遅れずに。だってさ、うちらは先に行こう。あ、そうだ、潔く負けを認めてね。今週の洗い物はあんたの担当だから。おはよう。時間通りね。あら、いいわね。こんな丁寧な挨拶は久しぶりだわ。ヤリーロ6での開拓は一段落したわ。請求列車もそろそろ次の星に向かう時よ。秘密よ。楽しみは後に取っておくものでしょう。会議で正式に発表するから楽しみにしておいてね。もう少し待ってちょうだい。会議はもうすぐよ。各員、跳躍航路会議を始めるぞ。まずは今回の駅の問題を見事に解決し、列車が再び進めるようにしてくれた皆に感謝じゃ。うちらのおかげだね。続いて次の駅の名前を発表するぞ。
お久しぶりね、請求列車の皆さん。私よ、タフカ。あら、いいタイミング。皆さん勢ぞろいだなんて。魅力的な自己紹介は不要よ、性格ハンターさん。姫子でしょ。パーティーの邪魔をしてごめんなさい。でも私の要求を聞いたら理解してくれるはずよ。目的地を変更してちょうだい。性格ハンター、あんたを見たことがあるわ。カンパニーの指名手配書でね、天文学的な数字の懸賞金だった。それに生死は問わないとも書かれていたわ。あんたは自分にかけられた懸賞金の額を知っているかしら。あまり興味はないわ。カンパニーから懸賞金をかけられるのはむしろ称賛されるべきことよ。数字が大きければ大きいほど評価されているということだからね。指名手配犯ってポジティブなんだね。だったらヘルタもあんたを称賛していたわ。運命が見えると自称する狂人が命知らずな人たちを引き連れて宇宙で最も危険なものを追っているってね。ヘルタはめったに人を褒めないのよ。宇宙で最も危険なものを追っているね。その点においては君たち列車も私たちと同じ穴のムジナだと思うけど。来る場所を間違えたわね、カフカ。私たちはあんたの願いを聞き入れるつもりはないし、性格ハンターと関係を持つつもりもない。話せてよかったわ。直接あんたが列車を訪ねた時にでもまた話しましょう。ラフを知っているかしら。先週同盟の6層のうちの一つ、先週ラフ、もちろん知っている。でも君たちは知らないでしょう。その先週が今君たちのすぐ近くまで来ていて、2回の跳躍でたどり着ける距離にあるってこと。それにシステム時間における45時間前、一つの性格がラフで暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。性格ハンター、何を企んでいる。先週同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたらお前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになるぞ。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。簡単に言えばその性格は私たちと無関係なのに、先週は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。私の仲間のジンが運気軍に連れて行かれた。私は彼を連れ戻し、性格による危機を排除して疑いを晴らす必要がある。あんたたちが無関係？そんなの誰が信じるの？性格が暴発してすぐにあんたが現れた。偶然にしては出来すぎでしょう。それにあんたたちとうちらには何の交流もない。性格ハンターが潔白かどうかなんてうちらには関係ないもんね。ダメ、絶対に手を貸さない方がいいよ。同盟ってすごいんだから、性格の一個ぐらい処理できるって。うちらは請求列車の乗員で性格封印の専門家じゃないでしょ。確かに関わらないこともできるわ。性格がこの空間を汚染する前に今すぐ跳躍を開始し次の世界へ行くことだってできる。でもこの世紀は再び塞がれるでしょうね。私は君たちの未来がどうなるか教えることができるわ。勇敢な開拓者であり善良な七死人が黙って見ているわけにはいかないでしょ。あんたの仲間ジンと言ったわね。彼も死から逃れられないのかしら。それに関しては教えられないわね。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。
全く異なる目的を持っているように見えても、群生はやがてその軌道を交差させるものよ。では、さようなら。美月ちゃん、炭鉱を呼んできてちょうだい。部屋から出てきたよ。さっき起こったことをちょうど説明してたんだ。後で一緒に反対しよう。うちはあの女の指示なんか聞きたくないもん。大丈夫？タンコ、美月ちゃんから話は聞いたかしら？問題ない、状況は理解した。よかったわ。じゃあ先ほど起きたことについて今後の方針を投票で決めるとしましょう。性格ハンターによると、先週ラフで性格が暴発し、現在は列車のすぐ近くまで来ていると主張している。ラフに向かえば罪のない人々が犠牲になるのを防ぐことができるわ。でも性格ハンターに騙されていて利用されるだけかもしれない。私もベルトも性格ハンターは嘘をついていると思っているけど、彼女の話を完全に無視することもできない状況よ。そこで泉州に向かうかどうかを多数決によって決めることにしたわ。向かうのに賛成の人は手を挙げてちょうだい。3、2、1。3対2、賛成の方が多いわね。泉州に向かうことにしましょう。落ち着いて考えたんだけどさ、もしあの人が嘘を言ってなかったら、うちらが泉州に行かないと何の罪もない人が犠牲になるってことじゃん。だからわがままは言ってられないかなって。その辺にしておいてやれ。ナノカは普段からそうなんだ。俺たちはもう慣れてる。どうする？炭鉱、あんたは残る？ああ、今回は遠慮させてもらう。じゃあ今回の開拓の旅はあんたに任せるわね。ベルト、彼女と美月ちゃんの面倒をちゃんと見るのよ。ああ、任せてくれ。目標、泉州へ出発。まもなく跳躍が始まる。5、4、3、2、1。ヤリ色シックスよりずっと大きい気がする。泉州人にとってはこの泉州が星だ。陸地は文明の存続と発展に欠かすことのできないゆりかごだが、長らく続く文明は宇宙船で虚空を巡ることもある。数えるほどしか見たことはないが、今もなお壮麗だな。炭鉱、本当に大丈夫なの？こちら請求列車。繰り返す。こちら請求列車。私たちは泉州の空域に入ったわ。地上、いいえ、甲板への着陸許可が欲しい。ようこラフクッ船内へ。接続完了するまでお待ちください。お待ちください。
どうしたんだ。信号が繰り返されているだけで停泊場所を案内してくれないわ。性格ハンターは嘘を言ってないのかも。誰もいない港に到着した一隻の宇宙船。ホラー映画って大体こうやって始まるよね。変なことを考えるな。お待ちください。お待ちください。お待ちください。まだ自動信号なのか。そうよ、ずっと繰り返してる。な、繋がったわ。魚介、今開けてきます。泉州同盟ラフを代表して遠方からのお客様を歓迎します。指示に従って停泊を。あれ、ちゃんとした担当者に繋がった。 いえ、信号が途絶えたわ。向こうは何も言わなかったわね。そろそろ行こう。姫子、列車にいても十分に用心してくれ。大丈夫よ。それに炭鉱もいるわ。出発前の準備を忘れずにするのよ。出発する前に今回の旅の目的をはっきりさせておこう。性格ハンターの言うことは信じがたいが、今回の泉州の旅で最も重要なのは、そうだ、性格ハンターには別の意図もあるはずだ。しかし彼らの評判とカフカの言葉を考えると、泉州に性格があるのは間違いないだろう。同盟と列車には交流があるわけじゃない。故に俺たちが歓迎されるとは限らないだろう。だが開拓者は利益を求める集団とは異なる。泉州に少しでも力を貸して問題を解決するまでだ。このことを心に留め、探索、理解、構築、連携を実行しよう。えい、えい、おー。ああ、出発だ。着陸する場所じゃないよね。荷物を下ろすどこかな。誰がここに誘導したんだろう。こんなに広い空港なのに誰もいないのってなんか不気味かも。もうそれ以上言わないで。ホラー映画だったらこのタイミングで現れる人物が黒幕で間違いないよね。ようおじちゃん、どうする。玉海門を開けてくれた人を探すことから始めよう。もしその人に何か企みがあるのなら、俺たちの手間が省けたことになる。もしただの担当者だった場合は、ここで何が起こったのかを聞こう。そうだよ、幼児ちゃんはいろんな困難を乗り越えてきたんだから、こんなの序の口だよ。行こう、警戒を怠るなよ。